佐渡市の沢田海水浴場で長い距離を泳ぐ大会、佐渡オープンウォータースイミングが開催されました。新型コロナウイルスの影響で3年ぶりの開催となった今回は、5000メートルなどの種目におよそ350人が参加。参加者は佐渡の景観を楽しみながら泳いでいました。大会出て体を動かして泳げることが終わってしまうと本当に良かったなと感じています。今日はオリンピックの競泳でメダルを獲得した松田丈志さんも参加し、大会を盛り上げていました。